皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も肉剣で遊んでいきます。さあレベル14ですね。レベルいくつ上がったんですかね、前回から。確かレベル16であれですよね、ナックル合成ですからね。さあナックル合成は次回ですかね、行きたいですね。お、今なんか2個出ましたね、いいですね。おお、バトルポイント1000、嬉しい。あー、裏ショップどうしますかね。ちょっと一回ガチャ回してみたいといえば回してみたいですけど、ラッキーナックルレベル12まで上がりましたね。あ、そういえばなんかすごい良さそうな、なんですかね、リング手に入れたんですけど、どうしますかね。割引ちょっと一旦これを買いますか。何でしたっけ、ですね、そう、オートリカバリー A、戦闘中に HP が自動回復、確保使用しますと、すごくないですか？これまさにロールプレイングでは、なんか私が一番大好きな武器なんですけど、大体ありますよね。MP が自動的に回復するとか、いや、魔法を使いたい時とか、そういうアイテム装備しますからね。さあ、今日も一話ずつ進んでいきましょう。さあ、レベル上がってるから、結構強くなってるんですかね。おお、プレイ回数が300回も。デスクさんは何ですかね。ああ、私持ってますね。さあ、では次ですね。第11話は、突っ張りの理由ですか？ニク先輩ですかね。突っ張りってあれですかね。頭がありますかね。ああいう感じ、リーゼント風な方を突っ張りって言うんですかね。お相撲さんですかね、突っ張りと。ちょっとわかんないですね。突っ張りロッケンロールですか、ロッケンロール。さあ、今見てたらあれですね、回復3回復しましたね。まあ、今もしてる。戦闘始まる前から。まあ、少しでも回復したらいいですかね。スズメの涙ぐらいな感じですけど。社長からいただきますか。じゃあ、歯をいただきます。では、ラストですね。ボスバトル行きましょう。ああ、茶道部だったんですね。茶道部、私の学校なかったですね。茶道部って何されるんですか？お茶作るんですかね？そして飲むんですかね？よろしいお手前でみたいな感じで感想を言うんですか？なんかそんなイメージなんですけど。あとは畳とかですかね、和室ですか。おっと、突っ張られてる。あ、戻った。あれ、伸縮自在なんですかね。お、戦うんですか。なんか最近なんか身内の方とばっか戦ってませんかね。前回と前々回、随格さん戦ってましたけどね。さあ。ゆき先輩、どれぐらい強くなったんですかね。まだまだです。まだまだ強くなってないような。私が強くなりすぎたんですかね。さあ、分取りタイム。お、腐ったナックル。初めて見ましたね。いただきます。やっぱもうナックルコレクターですかね、私。全ナックルを制覇したい。おいおい、そう絡むなって、ちょっと飯行こう飯と。そう言ってごまかすと。ちょうどいいやと。隣町まで行ってみようかと。お、とうとう遠征するんですね。マップ画面で来ましたね。おお、新しいマップ。あれ、ウルトラマンさんですかね。さあ、では行きましょう。というか、こちらは11話までだったんですね。11話構成ってことですかね。さあ、12話からこちらの波打ち際の村、ビーチフラッグですかね。こちらのワールド、村ですか？村の名前ですか？なんか、すごい船がありますけど、沈みそうな。さあ、では次は第12話から進めていきたいと思います。ではですね、今回の動画、以上させていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。